ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ今日もプロサッカーデータマンのノーミルク佐藤先生に伺っていきましょうということで、はい、先生今日はアビスパ福岡ってよろしくお願いいたします。さあいよいよ開幕をね迎えますということですが、はい、どんなチームなんでしょうかということでございますけれどもね、楽しみでございます、はい、早速開けましょう。ドン、こちらでございますね。出ました、はい、こちら台所事情分布と言われてますけどね、うん、年齢そしてポジション分布です。先生詳しい宿舎の説明をよろしくお願いします。お願いします、はい、まずですね左側には、はい、選手それぞれの、まあ、年齢の ね表になっておりまして、はい、さらに左から、ゴールキーピンクのところですね、はい、ゴールキーパーからその右に行くとセンターバック、青センターバックですね、はい、で水色サイドバック、オレンジ、うん、守備的ミッドフィルダー、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、はい、黄緑がウインガーで緑がセンターフォワードとなっております、はいはい、そして縦軸ですがパリ東京リオね、オリンピック世代ごとに分かれてます。生まれ年と、ね、年齢が書いておりますということで、これを見ればね過去現在未来そしてね1年ずつずれていくこの台所事情のやりくり具合が分かるという、はい、そんな図でございますけれども、先生さあ福岡どんな感じでしょうかと。あ、拍手が出ました。ブラボーということで間違いないですか。素晴らしい。キレキレですね。あの本当1年前の福岡の開幕前戦力戦術分析シリーズと比べたら、正直僕のテンションが明らかに違う、はいはいはい、そんなレベルとすでになっておりまして、まず何よりもすごかったとか、もうすごいのがもう各ポジションごとに出ちゃうんで、うんうんうん、各ポジションのすごいところを1個ずつ言っていこうと、はいはい、1個目、ゴールキーパー、はい、ビッグセーバーセランテス残留、はい、素晴らしい。あ、これがもうすごい補強だということですよね。そうなんです、あのセランテス選手もしかすると、あのいわゆる2019 1年で帰っちゃうんじゃないなんて言われてもいた。ただもう福岡にとってもなくてはならないぐらいの存在までなっちゃったので、これ彼をね、あの残すことができた、これはもう相当でかいと思います。続いてディフェンダー陣いきます。センターバックとサイドバックです。福岡去年は3バック4バック結構併用な時もありましたが、おそらく2020は442のスタイル、2019年の水戸ホーリーホックと全く同じやり方でやってくる長谷部監督ですもんね。そうですね、まあ、全くというか、まあ、進化はねもちろんしますけどね、その中でなんですけど、来ちゃった来ちゃった来ちゃった、はい、います、うん、なんとセンターバックの中に、2名ほど将来のフル代表候補がいます。ケネディエブス選手、三国ケネディエブスと、そして柏からやってきた上島、あ、この若手の2人、ね、東京世代ですね。特に上島選手はこれ、あの毎年、まあ、去年からね我々このミルアカ始まりましたけど、開幕前で言うのがキャンプで調子良かった人って、シーズンでもあのエレー活躍するんですよ。福岡には数名いまして、その中の1人がこの上島選手。そうなんですね。このままだからレンタルで正直1年目柏ではなかなか出られなかった。しかも彼の、いわゆる彼もともと中央大学からレイソルに行ったんですけど、FC 東京の渡辺剛選手、いわゆる同級生なんですよ。だから彼は東京でスタメンになって、フル代表まで行ったじゃないですか、いやすっごい悔しかったと思うんですよ。しかもレイソルも調子いい中で自分が出られない、ダブルの悔しさがある中で今回福岡やってきて、今ね一気に輝こうとしてる、注目でございます。これちなみに囲われてるってことはスタメン候補ってことですよね。そうなんです。この黄色い線がある人はあのスタメン候補ということですね、はい、となっております、はい、でプラスその上島と、まあ、グティエレス選手、こちらも新加入です、この2人組むんじゃないかと。ただ彼らはいわゆる去年の福岡からしたら、まあ未知数の選手でもあるので、その上に実根と篠原、こっちの2人とも計算が立つ2人ですから、そうですね、まあ、これで問題ないし、あとイタリア、ユベントスでの練習も積んできたこの三国ケネディエブス、ここが一体どういう活躍するのかも楽しみ、はいはい、ですね、そして続いてサイドバックは広島からやってきたサロモンソと、そして和子ということで、まあ、バランサブルな2人が揃いました、まあ、だからもうこれ面白いのが、地上戦に強いサイドバックと空中戦に強いセンターバックなんですよ、これうまいですよね。サイドはもうクロス上げさせないようにして、仮に上がっちゃったとしたならば、真ん中2人がポーンって弾き返しておこうと。いいっすよね、うまい組み合わせになってると思います。割と攻撃的というよりはしっかり4人で守る、ここはもうしっかりブロック作って守りたいんだろうなってのがありました、それを成り立たせるのが、やっぱ後ろがそうやって守り気味っていう風になってきたら、ボランチの活躍は必須なんでございます。はあ、はあ、そうだね、ブロックにおいて特にそうですよね。そして、このボランチ4人、はい、
もう天才的この並べ方。ほうほうほう。特にまずは、うん、水戸から一緒に長谷部監督と一緒にやってきた前選手、はい、あの J1 からのお誘いを全部、うん、すいませんとお断りしてやってまいりました、はいはいはい、J2 2019年 MVP 候補の一人でもありましたからね、そんな彼がやってきたと、ね、後ろからねそのいわゆるクリアされたボールだとかを全部回収して前へつなげてくれる役目があるんですけど、うん、前選手はそれプラスあのちょっと戦術眼というか、ちょっと先の未来まで見通してくれる部分があるので、そうなんです。だから前が1回ボールを1回回収して吸収してそのままパスを出すこともできるし、1回例えば重弘、田辺、鈴木いかようにも1回パス出した後前選手がもう1回ぐらっと見渡してここでこうこうみたいな感じで全部ディレクションしてくれると思うので、そのところにご注目いただけます。で重弘だったら自分で上がって持っていくこともできるし、田辺だったらテクニカルな形でススッとこう前に出してくれる。で鈴木選手の場合だったらもうダイナミックな展開やってくれるので、前選手の相方が誰になるかによってでも結構その日のカラーが分かってくるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、はい。続いて2列目でございます、ここは黄色と黄緑のところ行きましょう。右のサイドハーフはほぼ固定になると思います、はい、こちらもある意味水戸からやってきた、セレッソに一旦レンタルバックしたとこっちにレンタルでやってきた福光選手、はい、水戸時代ももう長谷部監督とも相思相愛状態だったので、この福光前この2人がこの福岡におけるキーマンになってくるんじゃないか。なるほどね、戦術理解度高いってことですね。そうなんです、はい、そしてそこでじゃあ福光である程度いけるとなれば、あとはもう一人左サイドハーフがどうなるかなんですが、ここが面白いんですよね、まただから上島選手と同じように、柏からやってきた菊池大輔、これもともと湘南だったり群馬だったりいろんなところで ね、まあ、浦和もそうですけど、まあ、結果残してきた選手でもありますし、あと神戸からやってきた増山朝日、もともとは東福岡高校で東のクリロナと呼ばれた選手なんですよ。だもうあのマンチェスターユナイテッド時代のようなクリスティアン・ロナウドを見せてくれ る, なるほど、ああいうプレーできますから、菊池選手松山選手がもうドリブルでガガガガってやってきてくれる形を持っていただければいいんじゃないかと思います、はいはい、で 4-4-2 とは言いつつも、1人フォワードの1人はちょっと下がりめないわゆるトップ下的なものを兼任することになるんですが、前線にガッと入っていくタイプだったら石津大輔、はい、もしくはもう本当に純正トップ下みたいなことやってくれるとしたら、城後久志がいるし、最前線がすごいんですよ。森本、はい、ファンマ、はあ、はあ、これはでかいですね。そして去年の福岡も知れ木戸選手、そして、川崎フロンターレからやってきた東野選手、もっと正確に言うと本大 FC、 去年天皇杯で大躍進を遂げた本大 FC の中から、まあ、大抜擢ですよね。そっか、東野選手、はいはいはい、もともとは明星、藤枝明星高校から本大に進んで、で今回川崎に見初められて、川崎から1回そのプロの1年間を積んでこいってことで福岡にレンタルされました。彼が今回やってくる、はい、そして僕はもう一人東野選手、ここに注目しております、はいはい、その話は次のページで。あ、分かりました、はいはい、続きましてこちらですよ。ドン出ました、はい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 、左側が、スタメン候補の想定表となっております、はい、右上が、ポジション別チーム内番手表、右の真ん中にルーキープレイヤーを敷いていて、右下のところには、2020主役の若手、ハッシュタグ福岡サポ向け注目株、J サポ向け注目株と、はいはいはい、置いております。まあ、左側は先ほどいろいろお伝えした通りですが、キーパーセランテス、センターバックには空中戦タイプの上島グティエレス、地上戦タイプの2人、和光サロモンソンがサイドに並びまして、回収役兼前線への運搬役重弘と前がボランチ、はい、右にはもういろんなほんとバランス取ってやってくれる福光がいて、ファイター系福光がいて、左からドリブルでゴリゴリと進めてくれる増山朝日がいると。でトップ下も兼任できるジョーゴが、セガのトップの位置にいて、センターフォードではファンマと、はい、なっておりますが、右下にもいる通りで、ちょっと今年福岡サポにも注目してもらいたいのが、東谷聡樹選手、これ実はあのミルクサッカーアカデミー、こちらのね、当番組でですもう秋かな、秋にちょっとドラフト、野球のね、ドラフトと同じ時期にサッカーでドラフトをしたら一体誰がドラフト1位になるのかなみたいな考えさせていただいたんですが、その時のいわゆる隠れドラ1候補のような形でお伝えさせてもらったのがこの東谷選手、中京大に昨年は在籍していたんですが、20得点以上すごいねしてまして、得点の感覚をしっかり持ってる、まあ、ざっくり言うんだったらあの、ね、同じ J2 で言うんだったら、去年あのビファーレン長崎、いわゆるレイソンに行きましたの小屋選手のような、あんなタイプでもある、嗅覚型でもあるし、なんとなくちょっと先見えて、あ、俺ここでこういう体の動きしたらいいんだろうな、ザシュ、
と決めてくれるタイプでもあるので、はい、ファンは森本とセることにはなると思いますが、彼がポジションを掴んだらでかいと。ちょ見たいですね。ありますね。うん、それで上島、増山、東野みたいなこんなね東京五輪組とかでパパパッとこうやってくれたらちょっと面白い感じになってくるんじゃないでしょうか。そしてですね、マーさん、うんうん、福岡って実は5年おきに昇格してるんですよ。はいはいはい。まあ一回 ね、そう2005、10、15と来てるので、はいはいはい、うん、そう考えると20。おあるんじゃないかと思ってるんですが、年周期そうなんです、うん、そう思わせてくれるだけのメンバーが揃っちゃってるんですよ、はい、揃っちゃった。これ呼び声高いですもんね。そうなんですよ、うん、で一応我々の方針として順位予想は確かにしないんですけど、うんうんうん、開幕前で、はい、順位予想はしないんですが、うん、昇格候補を筆頭格にあるのは間違いないんじゃないのかなとはデータ上というか、そして戦力分析上はいるよ、うん、なんでこんな揃っちゃったんですか。やっぱり、ね、長谷部監督招聘したのがでかいですね。 その元でやりたいっていう選手も多いってことあるし、あと、うん、やっぱりどうしても2019の福岡は監督問題がいろいろあったんですよ。やっぱり監督辞めちゃったりとかあったんで、はいはいはい、やっぱそこしっかりしてダメでしょってなったんですよね、うんうんうん、で長谷部監督を呼んだのがまずは一個大きかったことと、うん、あと2019の福岡でもう一個厳しかったのが、うん、センターフォワード誰がやるのよっていう問題が生じちゃって、はいはいね、結局ジョーゴ選手がまさかやるっていう、はい、うん、まあこなした彼のサッカー IQ とても高いじゃんって言い方にもなるんですが、いや単純にその前に誰かいろよって話になっちゃう、うん、はい、そこでファンマを取った、うん、森本がいる、東野がいる、そうだな、でこれでいれば大丈夫でしょっていうラインナップをしっかり揃えてくれた、うん、そうかそうか、それがでかいんですよね、はい、なるほど、これは楽しみになってます、ね、注目でございます。そしてですね、うん、下にもちょっとあるんですが、はい、今年2020のミルアカはですね、はい、いろんな形で今回の開幕編だけじゃなくて他にもそうなんですよね、これタグがいろいろついてますけれども、はい、うん、今回はこの開幕台所事情と番手表をやらせていただいたんですが、うん、はい、今度は3月から、この開幕シリーズ第2弾と称して、うん、先週名鑑シリーズをやっていきます。はい、結構ちょっとデータをいっぱい入れていきたいと思います、うん、そうですね、プラス夏季中間報告シリーズ、はい、そしてシーズン内のどこかで各チームごとのチーム別戦術論、うん、そしてプラス選手パラメータ&新台所事情っていうパターンをやり、はい、また2020のラストには通信簿をまたやらせていただければと思っております、うん、なるほど、ありがとうございます。以上でございます。非常に楽しみでございます。さあ、いよいよ開幕を迎えますよ先生。来るよ来るよ。いやー、もう開幕始まってからもね、はい、我々レビュープレビュー ね、まあ、スカウティングです からそれも称しましてね、はい、毎週出させていただきますし、コーナーもありますで、いろんなトークコンテンツなどもですね、うん、毎朝数本出させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録並びに高評価、そしてね、拡散の方もお願いできればとね、非常に思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そしてライブ配信は月曜日の9時から毎週やっております。皆さんコメントお待ちしております。そしてお願いします。劇場でのライブも東京ではございますがね、うん、ぜひ毎月やっておりますので、ぜひ概要欄の方にお知らせを載ってます。お願いします。よろしくお願いいたします。ということで先生、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。それでは行ってらっしゃいませ。またいってらっしゃい。明日の朝また。